はいみなさんこんにちは歴戦二講師の森山です今回はレック新15ヶ月合格コースで司法書士の学習を12月から始めようあなたは秋生それとも春生このようなお話をさせていただければというふうに思いますこの12月に司法書士の学習を始めてみようかなというふうに思われた方も多くいらっしゃると思いますところが予備校では 秋すでに開校している秋生があってそれからこれから先に開校する春生というものが、まあ、多くありますよね。レックの 15ヶ月合格コースも同じですでに開校している秋生とそれからこれから先に開校する春生があります。この12月かから勉強始めようかなと言った方はこの秋生で始めればいいのかそれとも春生で始めればいいのか、まあ、悩んでしまうところではあるかなと思います。そこで今回は秋生で始めるのがいいのか春生で始めるのがいいのかあなたにぴったりなカリキュラムはどっちなのかということについてお話をさせていただければというふうに思います。まず 秋き生こちらなんですがもう大きなメリットがあります今すぐ学習を始められるこれですよねこの司法書士の勉強というのは多く時間かかりますもう1年で勉強する範囲が非常に多いですから覚えることも多い勉強時間かかりますですからもう少しでも早く勉強することによってもう合格へ大きくリードすることができるまさにスタートダッシュでリードできるということになるわけですね ここれが本当にに大きななメリットとということになります、まあ、講師から見てみるとやっぱりこの数ヶ月というものでスタートダッシュを決めるということがやはり合格に大きくこう貢献してくるということになりますからもうぜひ始めていただければというふうに思いますね。特に行政書士や宅研の試験がこの秋にありましたからその試験が終わってさあ司法書士の勉強を次にやってみようかなと思われる方はぜひこの秋生で始めていただけるといいかなと思います。 その今までこの秋に向けて一生懸命勉強してきましたよね。その勉強癖というものが抜けないうちに、さらにこう勉強を始めることによって、この勉強している状態これが普通の状態として維持できるわけです。一旦勉強をやめてしまって、またそこからリスタートということになると、なかなかこう腰を上げるのが大変ですから、勉強の癖がつくまでまた時間かかってしまいます。ですからここで歩みを止めることなく進めていくというのが、まあ、非常にこうスタートダッシュという意味でも。 重要に働いてくるかなというふうに思いますでも先ほどすでに開講しているよってお話をしましたがそれは逆に言えば すでに開講しているけは大丈夫途中入会になってしまうけども大丈夫といった不安があるかなというふうに思いますで、これも実は安心をしていただければと思いますまず通信生の方であれば自分のペースで進めることができますから例えば今から申し込んだとしても教材が送られてきてもうそこからまた あ初回の講義から聞くことができますから自分でスケジュールを組み立てることができるわけですもうすでに開講していると言ってもまあ、それほど遅れているわけではありませんからまあ、自分でスケジュールを組み立ててもうゼロからスタートすることができますからまあ、そこはご安心いただければというふうに思いますで、通学生の方はまあ、例えば教室で講義を受けたいよっていう方もいると思います まあ通信もありますが、まあ、通学であれば臨場感もありますから、まあ、通学で受けたいという希望の方も多くいるかなというふうに思いますよね。で、この通学の方に関しては、まさすがにこう途中入会になってしまいますから、もう途中の何回目から教室に通ってもらうみたいな形になるかなというふうに思います。でも安心はしていただければと思います。で、レックの。 この講座に関してはもう通学生で申し込まれた方も通信の教材がついてますからもうすでに教室の講義が終わっている分についてはご自宅でウェブでフォローを受けることができますから、まあ、その分きちんとです,、ね、すでに進,め進んでしまっている分についても講義を受けて勉強することができます。 でまた、通学のカリキュラムに関しても憲法など他の科目と関連が薄いようなそういうような科目から勉強を始めて途中で入会されても学習が進められることができるように工夫をしておりますから、まあ、その点でも安心をしていただければという,ふうに思います。 それから今講師目線ですぐ勉強するとメリットが大きいよって話をしましたがまあ経済的にもですねこの空き瀬に関しては多子核受講生割引これがありますから「達見」 行政書士えこのような試験を目指して勉強していたよっていう方に関してはこの割引制度がありますからまその点でも優しくですね受けることができるかなと経済的に優しくこう受けることができるかなというふうに思いますまこれがま受験生にとってみれば結構大きなメリットえ大きなことでもありますよねまその点でも安心をしていただければというふうに思いますでは次に 春生についてのご案内ということになりますが春生に関しては先ほど例えば教室で受けようという方が、まあ、開校初日から受けられないのかというふうに思った方もいると思うんですがこの春生に関してはもう教室で通学生の方であったとしても開校初日から参加できますから、まあ、その点では安心して受講することができます。 さあ皆さん今日から勉強が始まりますねっていうその開講初日から教室で参加することができますからまあ、そういうふうな意味ではもうゼロから一緒にこう勉強したいという方に関してはこの春生というのがお勧めできるかなというふうに思いますでもそれまでどうすればいいのえこんな不安があるかと思います3月4月が開講日ということになりますのでではそれまでどうすればいいのって形になります まず通信生の方からお話をしますが実は通信生の方この春生を申し込んだとしてもすぐに教材が発送されてすぐに勉強を始めることができます。ですから通信の方に関ししててはももう春生だったとしても 空き生と同じようにすぐに勉強することができるよということになりますから、もう開講を実は待つ必要はありません。もうすぐにレックでは勉強を始めていただきたいということで、ハール生の方にも通信ですぐに勉強が開始できるようにしています。通学生の方は教室で3月や4月に開講することになりますから、もちろんそれはちょっと待つ必要がありますが、ただ今言ったようにまあ、通信教材に関しては先に送られてきますから、通信… まあ、通学生の方も通信教材がついてきますのでえ通信という形でどん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 先に勉強することができますクラスによっては先取りウェブえこちらがついているクラスもありますので先に予習みたいな形でえどんどん進めることができますねで教室で受講する時には復習という形で受講することもできますもちろんえ教室の講義を もう初めからですね3月まで例えば仕事が忙しいようなんて方は、まあ、教室での講義を1回目の講義という形で親切な気持ちで聞いていただいてもいいんですがもうすでに勉強開始できるそれまでどうすればいいのかって方に関してはあこの先取り受講先取りウェブの制度それから通信のクラスという形でどん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 勉強を紹介していくということをおすすめをしていきます。 この春生に関しては早期割引価格がありますから、先ほど秋生に関しては多資格受講生割引がありましたがまあそうでない方はこの春生で申し込むことによって早期割引というですね制度がありますから経済的にもうこう優しく受けることができるかなというふうに思います。ですから多資格を受講生でないという方はこの春生で申し込んでそれでも早く勉強を始めるということがいいのかなというふうに思います。 この12月に勉強を始めると、このように秋生と春生の間でどちらにすればいいのか悩む方が多いと思いますが、ぜひこの動画を参考にしていただいて、どんどん勉強始めていくというのがおすすめです。この試験に関しては難しい試験ですが、もうしっかりこのレックの15ヶ月後合格講座ではあ全て全力でサポートしていきます。ぜひ一緒に勉強していきましょう。まだいろいろ迷われること。 えー、詳しいことを知りたいという方いると思いますので、えー、ぜひ、えー、コールセンターの方ですねそれからレック各本校の方に、えー、こう受講相談をしていただければというふうに思いますそれでは一緒に勉強して、えー、司法書士への道一緒に歩んでいけることを楽しみにしていますお疲れ様でした